つもご視聴いただきありがとうございます。今回は青森県黒石市で美味しいとんかつを食べてきました。ぼっちグルメウーマンチャンネル、今回は青森県黒石市村勝に行ってきました。このお店も前から気になっていました。今日は息子と一緒です。カツカレーあるかなと言っています。あると思うよと言いながら入店。ファミレスみたいな感じのお店です。奥の方の席に行きましょう。奥の方の席はちょうど弘前市出身のごまさんの作品がありました。ごま展が6月1日から8月20日まで田舎館村の博物館でやっているそうです。メニューです。カツカレーはあったのですが、カレーの方が切れていたようで、今日はカツカレー食べられませんでした。息子は私と同じロースカツを食べました。ごますりが最初に来ました。ごまをすって待ちます。先ほどごまさんの話題を出しましたが、お店の人は私が写真を撮っていたのでファンだと思ったらしく、いろいろごまさんの情報を教えていただきました。ロースカツ定食 90g 1100円を注文。ご飯大盛り無料ですが普通盛りにしました。いただきます。ロースカツにキャベツ、ご飯、味噌汁、お漬物がついています。最初に時間をかけてすったごまをかけちゃいます。つけながら食べると残してしまうので全部かけちゃいます。厚みチェックです。とてもいい感じの厚みですね。十分厚いです。ソースをかけましょう。今回は結構かけちゃおうと思います。ごまもたくさんかかっているので、味が負けないようにたくさんかけようと思います。次はキャベツにドレッシング、ごまドレッシングでした。さあ、カツのお味は？美味しいです。これは間違いない美味しさです。パン粉サクサク。お肉柔らか、ソースとごまもいいお仕事をしてくれています。ご飯もすごくおいしい。定食はご飯のおいしさが大事になります。おかずがおいしくてもご飯がダメだとお話になりません。でも青森県でご飯を食べておいしくないと思ったことは一度もありません。コンビニやスーパーのは例外として、飲食店の米はとても美味しいです。さすが米どころですよね。そして店員さんが言うには、以前はご飯がおかわり自由だったらしいのですが、最近はそれがなくなって普通盛りか大盛りかを選べるようになったそうです。店員さん、とてもいい方でいろいろ気を使ってくださり、とっても好印象でした。息子のカツカレーの件ですが、カレーがなくなってしまって、カツカレーは今日は食べられませんでした。とても残念がっていました。今日は私と同じロースカツ定食です。本当に美味しいです。最近体重がどんどん増えて
さすがにやばいところまで来ています。昨日から16時間断食ダイエットを始めました。でもいろいろ用事があって、これを食べた時は18時間断食の状態でした。一つ一つの食材がすごく新鮮に感じて、めちゃくちゃ美味しかったです。味噌汁もわかめ、ほうれん草、お麩が入っていて、味は薄味だけれども出汁がちゃんと効いていて、とっても美味しい。空腹時間が長いと体も軽く感じますなどと言っていますが、まだ1日しか経っていません。これを何日続けられるのか。朝ごはんを抜けばいい話なので、現段階ではいけるんじゃないかなと思っています。一食分の食費が浮くので節約になるし、炭水化物は1日1食のみにしようと思っているので、痩せてくれるんじゃないかな。まずは1ヶ月3キロ減を目標に、とんかつやラーメンを食べながらでも痩せていけるように頑張っていきたいと思います。さて、話は変わってごまさんの話題。私が座っている席に飾られていたサインと、この縁もお店に来た時にスラスラ書いてくれたそうです。ジャンボロースカツを食べたんですね。青森県人は大体の方はごまさんのことを知っているんじゃないかなと思いますが、県外の方に向けての説明を軽くしたいと思います。青森県弘前市出身のアーティストで、もともとは保育士さんだったそうです。3年間保育士さんをした後、秋田公立美術工芸短期大学に入って、卒業後にアーティスト活動をされているそうです。現在田舎館博物館でごま店をやっているそうで、お店の方もまだ行ってないから早く行きたい、そう言っていました。お店の方もファンみたいです。私も今回は行ってみようと思います。ごまさんは2つの障害を持ちながら積極的にアーティスト活動をしているそうです。すごいですね。私も応援していこうと思います。ごま店は8月20日までやっているそうなので、お時間がある方はぜひ行ってみてくださいね。村勝さんでごまさんの話題になるとは思いもよりませんでしたが、これも出会いですね。いろいろな情報を親切に教えてくださった店員さん、本当にありがとうございます。私も世界的に有名なアーティストになる前に何か作品を一つ買っておこうかな、そんな横島な考えを考えております。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。